こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、これものすごくよくあるあるなんですけど、ひっくり返った場合どうすればいいですかっていう話なんですね。で、3拍子を入れると元に戻る。3とか5、要は奇数拍なんで、ずっと2拍子って考えたら、3をどっかで1個入れたら元に戻るんですよ。でも3ってどうするかっていうと、ちょっと今回ね、作ってみたんですけど、こういう、ひっくり返る4小節目に1拍減らして、わざとひっくり返るので作ってみました。そうすると僕どうやって修正するかというと、ワン、ツー、スリーといった具合に、もう即座にハイハットやめますね。気持ち悪くなるから、タカタンタカタンだとタカタンタンという具合に入れるとうまくいくんじゃないかなと。なんか強引に3拍子入れなさいみたいな感じで、ハイハットを2拍入れてもいいんですけど、なんか戻るんだけど、あからさますぎて、なんかこうそこだけカクって違う感じがするんだけど、ハイハットをやめてレガートで戻すと、もうちょっとマイルドに戻せるかなってイメージですね。ワン、ツー、スリー。あんまり違和感がなかったんじゃないかな。だからそのひっくり返ってる瞬間が今2拍ぐらいしかなかったしね、 4拍かな、2回分しかなかったので、そのままハイハットやめて、手でレガートのところでなんか歌を歌って戻すみたいな感じのイメージですね。だから3を入れてるというよりかは、こうやって一緒に歌を歌ってたところで、あ、ここが歌って分かったところでハイハットを戻すような感じにすればいいんじゃないかなっていう感じがしますね。それを、これファイルをつけときましたので、これを自分なりにやってみるといいかなと思います。だからあからさまにハイハットをやってもいいですし、ただその変拍子を練習しておくと、やっぱりこう4、3の切り替えとか2、3の切り替えがうまくなるので、変拍子やり始めてからこういうのはすごい楽になりましたね。だから変拍子の曲をいっぱいやっておくと、こういうのもすごく楽になるかな。だから変拍子のやつもあえてその4になったりとかするやつも入れておくと、どうやって戻すかみたいなのを自分でいろいろやったらいいんじゃないかなと。僕もやっぱりね、経験上でだんだんできるようになってきたので、やっぱりこう5拍子とかひっくり返ったら怖くて仕方なかったけど、今5拍子ひっくり返っても全然戻せるんで、なんでしょうね、ビートのポイントをやっぱりパッてすぐ察知する力が身についてるというか、そういうところらへんだと思うんですよ。なのでレガートだけにしておくと、もう裏も入れずにシブだけにしておいてハイハットを戻すっていうのがレガートの場合は一番有効なんじゃないかなと思います。だからハイハットをうんちゃっちゃって入れるよりは、うっちゃうっちゃってやめちゃって、分かったところでハイハットを入れてるみたいな、分かんなかったらしばらくずっとライトだけでいいんじゃないかなと思います。分かったところでフィルイン入れて、そっからまたこれでもいいかなと思う。例えばだからちょっとそれをあえて体現してみると、4小節ぐらいこうとにかくこうレガートだけにして、ワン、ツー、スリという感じで、あんまり慌てずに戻せばうまくいくんじゃない。とにかく何か全部ドラム止まってしまうといまいちなので、ライドだけでもこうやってやっておくといいですかね。だからベースなんかも多分同じ音を保留して、当たり障りない音を保留して、分かったところで戻すって感じになるんだと思いますが、こんな感じで戻ればうまくいくんではないかなと思います。修正することが、でも今これなんか明らかにわざとね、一拍削ってるから、他の人が全員もろともずれてるわけじゃないですか。それをドラムだけがずっとキープしたところで気持ち悪いだけなんで、ここら辺の場合は結構比較的早く修復してしまうことが多いですが、なんかパーカーのバンドみたいな感じでわざとひっ
っくり返してる場合はどうしてもやっぱりそのついていかない方が良かったりすることもあるので、なんか本当にひっくり返ったのかなどうか分かるまでは静観するっていうことが多いですが、まああえて今回はひっくり返しを直す練習だから、直したいと思ったらすぐ直せれるように練習しとかなきゃいけないわけだから、これメルマガの人にはこの、作った音源はダウンロードできるようにしておきますので、これをぜひ使って練習してもらって、この音源が終わるまでにはひっくり返すのを戻すっていう練習をなんか取り入れてもらうといいのかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。